鳥居駅は愛知県新城市遊会穴島にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。鳥居駅は豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の途中駅の一つである。新城市新城地区の北部地区に位置する。駅名は駅周囲が長篠の戦いの際の逸話で知られる鳥居すねえ門の最後の地であることから彼にちなんで命名された。 開業は1923年で、高来寺鉄道という私鉄の手によって開設された。その後国有化を経て、1987年から JR 東海に移管されている。短式ホーム一面一線の地上駅である。上下列車双方ともこのホームを使用する。ホームに待合室が設置されている。1997年までは木造駅舎が使用されていた。 1971年以降無人駅であり、管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。鳥居駅を開設した宝来寺鉄道は、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を運営していた施設である。鳥居駅は1923年2月に、この区間の開通に合わせて新設された。1943年8月、宝来寺鉄道は、 買収、国有化されて、国有鉄道飯田線が成立。それに伴って、鳥居駅も、国有鉄道の駅となった。1971年に開業時から行っていた、貨物の取扱いを終了し、旅客専用駅となって1987年4月の、国鉄分割民営化を迎えて、JR 東海に移管された。鳥居駅には、豊橋方面。 飯田方面の双方とも1時間あたり概ね1本の普通列車が停車する。特急、イナロと上りに設定されている快速列車は通過する。ありがとうございます。